有馬マ・ライ・有馬マ一万ライ・昭和2年3月21日は日本の家族、旧築五国久留米藩主、有馬家の第14代当主、昭和期の政治家で日本中央経馬会理事長を務めた有馬頼康は子、源氏元年6月15日、久留米藩最後の藩主、有馬マ・ライの子として生まれる。母は、即室、金田美代。妖名は、和之助と言った。 明治10年3月26日、病弱な兄の十三代当主、来忠に代わり、家督を継承し、4月に十五位に除せられる。明治17年2月、宮内省式部職御用係として出資する。同年7月、家族礼の交付に伴い、白尺の借位が与えられた。明治19年9月に宮内省を辞し、議兄に当たる。 正松宮秋日と新能と共に欧米諸国を歴訪した。明治24年9月、大久保利道が主導する、四族受山の一つ、国営朝阪開拓へは、明治4年の久留米反乱事件で処分された者たちが、中心となって入職し、久留米開婚者を組織して、一致団結して、開婚に当たっていた。有馬家も支援を求める開婚者へ、たびたび援助していたが、 千年開墾地無大払い下げを受けたのを機に、開催された開墾成功式に出席し、老をねぎらっている。明治39年、有馬家育英部を設置し、初代総裁となった。ブリジストン創設者の石橋章二郎や、政治家の石井光二郎はこの育英部の支援を受けて、学び、戦後壊滅状態となった育英部を有馬より近ともに、有馬育英会として再興している。 大正7年7月、ジュニーに登った。昭和2年3月21日没、去年64。墓所は東京都渋谷区の昭雲寺にある、有馬ライタに関するカテゴリー。ありがとうございます。